明日の洗濯天気予報をお伝えします。まずは天気の流れを確認していきましょう。午前6時から見ていきますと、日本海側を中心に雪や雨の降りやすい天気が続いていきそうです。関東に関しても南部のあたり、朝早いうちは雲の広がりやすいお天気となりますが、次第に日差しが届いていきます。午後の時間帯になりますと、近畿エリアなどでも少し雲が広がりやすくなりますが、天気の大きな崩れはなく、お洗濯物も外干し大丈夫そうです。さあ、ではここからはお洗濯アイコンでも確認をしていきましょう。東京より西のエリアでは寒くて NG のところもありますが、徐々に日差しも届いていきますので OK というところが多くなりそうですね。一方で北陸より北、日本海側を中心に心配や NG というところが多くなっています。これらの地域では雪の降りやすいお天気、また西日本の山陰付近でも沿岸では雨、内陸は雪の可能性がありますので、お洗濯物は部屋干しが安心です。また沖縄那覇でも心配となっています。雲の隙間から日差しが届くタイミングはありますが、にわか雨の可能性はありますので、空の変化にご注意ください。この先も最新の気象情報やお洗濯情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。